どうしたの、キリト。浮かない顔して。まあ、頑張ってね。そうだけど、何？ちょっと、キリト？何をブツブツ言っているの？言ってあげてもいいけれど、まずは状況を説明して。それで弓を使える私を誘ったということね。そうね、分かったわ。一緒に行きましょう。大丈夫よ。これがヒナ。かわいいわね。あれが巨大カラス。確かに大きいわね。かなり動きが速いけど大丈夫。ガードしてくれてるおかげよ。射撃に集中できるから。
けれど。私は大丈夫よ。それよりあのスピードは厄介ね。やるわ。じっくり狙って当ててみせる。当ててやるんだから。キリトも私のカバーよりもダメージを優先して。その方が早いでしょ。少し疲れた。キリト！あ、ごめんなさい、キリト。私ったら。もう、無理しないでよ。本当に大丈夫なの？え？どうしたの？キリトのスケベ変態。そんなこといいから早くどきなさいよ。もう
冗談よ。私を助けようとしてくれた結果、ああなったんでしょ。そのことについてだけはお礼を言っておくわ。でも他人に見られてはいけない姿を見られてしまった。さてどうしようかしら。とりあえず帰ったら何かご馳走してくれるわよね。クエストも無事クリアしたことだし。返事は？よろしい。じゃあ帰りましょうか。それでね、もう実がなっててね、今日くらいが多分。キリト、あれ。急いで倒さないと。それでも、私は行く。絶対守ってみせるから。無理でもやる。だって、あれは。
でも、なんとか木は守り抜けたね。私もね、最初に見た時はびっくりしたんだ。まさか両手回しても届かないくらい幹が太くなるなんて。実はちょっとだけね。でもモンスターが来てないか見張ったりしてただけだけど。手に入ったら多分あげてたけど、ないんだもん。そこまでは大きくならないでしょう。それでね、あそこに見えるのがこの木の実だよ。今取ってくる。はい、こっちがキリトの分で、これが私の。Thank you.
みない？いただきます。キリト、ありがとう。これは感情の実を育てるクエストだったの。協力し合って木を育てると、相手の感情がその実に宿って、食べるとその感情が伝わってくる。うん、伝わってきたよ、キリトの心が。私、許してもらってたんだ。そうだよね。でも私、ずっと不安だったの。キリトを騙した私が果たして本当に許してもらえるのかって。でもキリトは本当に、違う、そうじゃなくて、うん、ありがとうキリト。私、もう疑わないよ。ずっとキリトを信じてるから。キリト。